9月28日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。上空の寒気や湿った空気の影響によって本州では雨の降る可能性がありそうです。詳しくお天気の流れを確認していきます。前日からの気圧の谷の影響が残る近畿から東海では朝までは雨が降りやすく、一部では強まる雨や雷雨となる恐れがありそうです。その後時間を進めていくとだんだんと雨は降りにくくなりますが、すっきりしない天気が続いていきます。その他九州や中国、四国、東北のエリアでも日差しが届くもののにわか雨が心配な空となりそうです。関東の南部や北海道では晴れて洗濯物の外干しにも問題のない天気となりそうです。昼間は少し暑さを感じられます。一日の気温差も大きくなりますので体調管理にも気をつけください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認ください。